旬のアスパラを求めて小長井町にやってきました。行きますよ、カミングシューン。わー、よき。長崎県のアスパラガスは生産量が全国5位、県外からも注文があるほどに人気なんです。アスパラ見せてもらってもいいですか。はい、どうぞ。はい、いやー、初めて見ました。こうやってこう竹のように生えているんですね。そうですね、春は側畝から出てくるんですけどですね、前の年の栄養分がたまって味がちょっと濃ゆみたいですね。夏は親を立ててその横から出る芽を収穫します。夏はこんなして親茎が立って、日が少しお日様が当たらん分薄緑、黄緑ですね、柔らかくて美味しいですね。品物、あれは株は一緒なんですけどですね、うんうんうん、鶴田さん、この辺、はい、なんかたくさん生えてますよ。そうですね、収穫してみてください。はい、株元から、地際から取ってください。いきます。はい、お、パツッと切れますね。はいはい、こっちも、はい、これ収穫できるのって長さも細さもどっちも見るんですか。細さはもう見らんですね。長さだけ寸法に達しとけば取れますね。れいなちゃん、こんなに立派なアスパラがたくさん取れたんですね。鶴田さんの奥さん、りえこさんにアスパラ料理を作っていただきました。こんにちは。美味しそう。こんにちは。作っていただいたこちらは天ぷらですね。はい、アスパラを洗った後にですね、塩をちょっとまぶしてもから天ぷらの粉につけて、そして揚げます。いただきます。どうぞ。うん、柔らかい。甘みもしっかりありますね。そうですね、すっごく甘い。ご自身で作られたアスパラのお味は。あ、美味しいですよ。小さいのは一番出せないので、まずちょっと湯がいてからベーコン炒めて、そしてアスパラを炒めて、そして塩コショウちょっとして醤油で味付けてます。炒めるとシャキシャキしてますね。本当にアスパラ本来の味が本当に美味しいなと思います。ありがとうございます。長崎のアスパラ食べてね。